本日は仙台市中心部の西方およそ4キロに位置し、市民が緑豊かなキャンパスに親しみつつ自由に散策できるように配慮された東北大学青葉山新キャンパスについてご紹介いたします。進行方向右側に見える建物は青葉山緑厚生会館です。コンビニエンスストアやカフェのほか、本学の学生・教職員が利用できる青葉山緑保育園が入居する建物です。日中は学生や保育園児の声で活気にあふれています。青葉山緑厚生会館の奥にある建物はマテリアルイノベーションセンターです。2020年に新たに整備された研究棟で産学官が集結するオープンイノベーション型の研究開発拠点となることを目指しています。4階には学生・教職員・スタートアップ支援関係者が利用できるシェアオフィス青葉山ガレージがあります。その奥にある建物が環境関連の研究を推進する環境科学研究科本館です。建物は自然採光のような複数の省エネルギー手法を取り入れています。また1階には仙台市の施設である玉木さんサロンも開設されています。進行方向右側に見えるのが災害科学国際研究所です。東日本大震災の1年後に発足した本学で最も新しい研究所です。被災地の復興・再生に貢献するとともに、国内外の大学・研究機関と協力しながら自然災害科学に関する世界最先端の研究を推進しています。進行方向左側にある建物は青葉山コモンズです。農学部講義室や付属図書館、農学文館、カフェテリア、学びと交流のためのスペースであるラーニングコモンズなどからなる複合施設となっています。正面に見えるのが農学部農学研究科の総合研究棟です。2017年に市内の雨宮キャンパスから移転しました。食料、健康、環境に関わる基盤研究を推進し、生物産業科学に関する国際的な学術拠点づくりを進めています。